はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランデー。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。てってれー。さあ、この動画ですね作りました、これ。T シャツ、ルームさんの T シャツでございます。まあちょっと Twitter とか Facebook のページSNS でちょこっとね、ちょこっとは書いてます、うん、作りましたっていう、はい、特にそのこれをめっちゃ作ってめっちゃ売るぞっていう気はないんですけど、とりあえず自分たちが着るように、まあ、作っとこうかなと思って作ったんですけども、そういう感じでいつものね、YouTube の、ね、こんにちは、こんばんは、おはようございますっていうのを、意外と馴染みある最初の挨拶文句でございます。あえてこの明朝体でシンプルにいったという。これはね、結構インパクトあっていいと思いますね。そうそうそう、でこれ私今着用してる、まあこれ、半袖なんですよ、実は。半袖ですね。半袖、長袖の上にこれ半袖着てるんで、ちょっと、今冬なんで、まあ冬に T シャツ作るのもどうやねんと思ったんですけど。もうね、思いついたらすぐやっちゃうんで。まあまあね、作ろうと思ってもすぐやっちゃうんで、もう思い立ったら吉日でしたっけ、なんかそういうのありませんね。そうそうそう、吉日か、吉日です、吉日か、吉日です。はい、ようかも。そう、言っちゃったんで、僕が着てるこういう挨拶のやつと、これは恥ずかしいぞっていう人もまあいるじゃん。そらそうやわ、これは着るのちょっと恥ずかしいわっていう人は、そうそうそう、普通の、ね、ロゴだけ入れてるやつ、ね、ロゴだけのやつ、はいはい、ルームさんっていうロゴだけ入ってる、うんうんうん、例えばリアルで例えばライブができるようになった時に、うん、はいはい、これを着ていただければ、うん、あ、見ていただいてるんだっていうのがすぐ分かると、こういうことですね。はいはいはい、はい、まあそれもありますけども、もともとはもう自分たちが着るように何か作ろうかなと思って作って、まあ、デザインがあれば、増産できるんで、まあ、ついでに売ったらええやと思って、そんだけの話でございます。まあ、マニアックな方は、まあ概要欄にね、購入のリンク貼ってますんでね、まあ、マニアックな方は購入いただければいいんですけど、値段もそんな安くないんで、まあグッズなんでちょっとね、やっぱりこう印刷とか入れてるんでね、大量発注じゃないんで、ちょっと値段上がっちゃうんでね。まあそこはちょっともう勘弁いただきたい。ご好評いただきました。デザインももうちょっとこうなんかこうバリエーションとか、いろんなバージョン作ろうかなと思ってるんですよ。やっていこうかなっていうふうに思いますね。このね T シャツはね、もう私の知らないところで勝手にこの方が作られましたって、次作るときは私もちょっといろいろ考えていこうかなとは思います、デザインとね、なんかいろいろそうね、してくれる人がいればね、デザイナーさんとか入れてね、まあちょっと最初お金かかると思うんですけど、まあそれちょっと来、まあ今年中、来年中、今年中か、にはなんか やりたいな、そういうデザインね。まあそうですね、なんか私もそういう風ななんかこうね、バンド T シャツみたいなのがあった方がね、いいかなと思いますので。だって服考えんでええでしょ、撮影するときに。そうそうそう、あれ気づいてないと思うんですけど、皆さん、私ね、こういう撮影日ね、服かぶらんように選んできてるんです、実は。そうなんだ。同じ服がリピートにならないように考えて服着てるのがまあまあ面倒くさいんで、この T シャツがあると制服みたいなもんじゃないですか。冬にもうちょっとトレーナーにするとかあるやね。トレーナーか、トレーナーは冬これ寒いで。いやでも冬中にヒートテック着たらいけるでしょ、これ。うん、中にヒートテック着て、これ着たらなんとかなりますって、うん、パーカー上羽織るなり、まあ、今僕はそういう感じですけど、長袖の上に半袖背負って、どうせライブするときに着るってなったら暑なるから T シャツがいいですって。まあどうせね、ライブはね、うんうんうん、まあとりあえずバージョン1はこれで、はい、とりあえずね、やってるんで、はい、マニアックな方は挨拶、こんにちは、はい、こんばんは、おはようございます。そうですよ、初期のやつってまあまあレアになると思いますので、マニアックな方はぜひともぜひとも、ぜひともぜひともリンクにご覧いただければと思います。ね、ありますので、まあ、ちょっとね、グッズもまあそんなにうちはあんまりやる気はないんですけども、うん、なんか思いついたやつはやろうかなと思ってるんですよ。そんな無理に作る、無理にやる必要はないと思って、はいはい、まあまあちょっとこれおもろいやんってなった時はとか、うん、これちょっと安く作れそうだとか、うん、安く作れるやつはやればいいと思うんですけど、ね、まあまあ そうですね、そんなにこっちがリスクを負わないんで、うん、ただその無理にその高い金額払って作るっていうのは多分しないと思うんで。そう、在庫抱えるの。うちケチなんで。在庫抱えるの嫌いですしね。うん、嫌い。在庫嫌いなんですよ。そう。ビジネスマンなんで在庫嫌いなんで。うん、オンデマンドで。僕今までその、まあ自分で仕事してるんですけど、全部自分在庫抱えないことやってるんで。もう
徹底してますよね。徹底してますよ、ね、もう在庫ゼロっていう、ね、だって CD に関しても在庫絶対作らへん方なんで、うん、だって CD なんかプレスでさ、みんなあの、うん、海外に発注するやんか、ね、でまあ1000枚で10万か20万か、はい、でもデザインとか全部パッケージ込み入れたら20万ぐらいするのかな、うん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 、でそれ作ったとて来たクオリティってそんな良くないよあれ。まあ、うんうん、私も知ってますよ、うんうん、インディーズの CD って分かっちゃうでしょ。分かる分かる。プレスしたとてそうじゃないですか、うん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 、やったらもう自分で何かできる方法考えた方が、うん、うちはまあ自分のところでまあ印刷してますけど、うんうん、メディアがちょっとあの CD メディアが特殊なやつなんですよ、うんうんはい、でそれに、まあ、それはちょっとまた別の動画でまたやりますけども、はいはい、そういう風にね徹底的に在庫を持たない、なんかビジネス動画みたいになってるけどまあええやんまあええじゃん、まあええやん、ええ、そうそうそう、うん、在庫持たない、ええ、投資っていうかその投資なんかしてないもんね今まで。お何にも出してないでしょ。あ、まあ、確かにそう、ほぼ出してないでしょ、うんうん、ほぼお金かからないことは何やって考えながらね、そう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 、やりながら基本資金ゼロでできるようにしてるんで、うんうんうん、工夫しながらね。だから T シャツも一応オンデマンドなんで、ね、まあ1個から発注して作ってもらえるようにもう手配してあるんで、ちょっと若干値段はね、その分高くはなると思うんですけども、うん、まあまあまあね、そんな1000枚2000枚買ったかで売れるわけがないやんもうしんどいわこれ。ミュージシャンバンドあるあるやんか、うん、なんか CD とかもさ、そう1単位がだいたい1000枚とかなんで、プレス海外出すとね、で1000枚家にダンボール箱 CD1000 枚やったらどうするよって、そんだけでも場所取るやんって。メジャーのアーティストやったら T シャツそれだけ作ってもええんちゃうって思うんですけど、インディーズで誰が買うねんで、ダンボールだらけになるでしょ、うんうん、だからそこはね、こっちは、ね、まあ、多少原価上がっても賢くやるようにしてるんですよね、うん、そのオンデマンドで1枚からでも作れるようにして、はい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 、まあ、CD とかはまあ現場行くときはちょっとまとめて自分でやりますけど、作っていきますけども、でも自分たちでやった方が意外といいもんができたりするんですけどね。で変更が可能なんですよ、これがすごくて、変更が可能、そのデザインちょっと変更したいのも、デザインの変更が可能ってことですね。次も可能じゃないです、すぐ変えれるでしょ。でプレスしちゃったらもうそれ売り切るまで次できないでしょ。ほんまや、ほんまや、ちょっとここの色をちょっと変えるだけでも無理じゃないですか。そうそう、だからオンデマンドしてるんですよ。なるほどね。あの常にバージョンアップできるように、うんうんうん、まあ、CD とかでもそうですし、まあ、まあ、T シャツなんかでもこれ1枚からね、次なんか違うデザイン思いついた時に作ればいいから、だからあの皆さんそうやって商売された方がいい。またもうなんかもうね、商売人なんで、ね、商売の話好きなんですよ僕。いやもうね、関西の言葉で言ったらアキンドなんですよ、アキンドなんですよ、からのアキンド。そう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 だから営業とかでも結構アキンドっぽい営業ですからね。いやもうなんか見てたら、はい、あそうですよ、毎度毎度言うてもう脱帽ですね私、これ絶対真似できるわって毎回思うんで営業で自分が行くんですよ絶対現場に行って、あの初めての現場とかも行って、うんうん、担当者の方とバーッと話して、ね、でこうでこうでこうでって言って、で、まあ一番大変なのはギャラ交渉ですわな。はい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 、ギャラ。でもうち面白いですよ、ギャラ交渉自分から言わないんですよ、うん、自分からこんだけくれって言わないんですよ。まあそれね、うん、徹底してるって言ってますもんね。一切言ったことないです、うん、今までね、これから言うかもしれんけど言う時来るんだね、言うんだな、それぐらい偉そうなれるかな、うちもね。一回だけちょっとそういうのやってみたい、やってみたいですね。うちこれだけ出してもらうかったら出ませんみたいな。まだまだやな、多分な、もうちょっとこれ YouTube1 万人ぐらいだったらちょっと言えるのかな。一回だけやってみて、いやもう普段からそう偉そうにしたいとかっていうのはないんですけど、一回ちょっと経験してみたい。もう松本って経験することないからいやでもね、今まではそのうちギャラ交渉はね、本当にその金額をこっちから出したことはないんですよ、うんうん、で向こうから提示してくるっていう、はい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 、うん、もうこっちはもうタダでもやるぜみたいな勢いでいくんですよ。まあ、でもなんかこう、でもそのセリフを言わせる持っていき方がうまいなって思いますねいや、であの先方さんがいやそんなにしてまでそれで悪いんでって言ってもう出してくれるんですよ、それで成立してるんですよね。だいたい初回はそうです、はい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 、初回やったらもうだいたいそのペースでっていう感じでいくんですけど、そういう風にやってるとちょっと特殊なんですよ。だからうちは、ね、なんぼって言わないっていう、うん、でもそれでも意外とええ思いはしましたからね、うんうん、過去のライブでは。でもこれっていろんな交渉術とかでも使えますよね。一つ間違えたら結構足元見られますけど、うんうんうん、まあ、僕の場合ですとそのビジネス知識とかいろいろあるじゃないですか、もともと商売人なんで、いろいろ
持ってるからそれでいけるんですけど、うんうん、多分その何もそれをやってないビジネスとかあんまやってない人やとちょっと危ないかもしれないですね、はいはいはい、逆に足元見られて騙されたりとかあるんで、ね、僕はもう、うんまあ、それで言ってますね、一切口にしないでもただでもやりますよみたいな感じで言うから、まあでもそれまでのなんかこう相手に対しての我々の印象付けっていうところがうまくいってるからできるわけであって、うん、でも価値はもう先方さんにつけてもらうっていう形でやってるんで、ねねうんまあ、でもプレゼンの資料ね一回チラッと見たことあるんですけどすごいですね、あの書類やんみたいな、チラッと見たことあるんですよ私、あこんな感じで資料送ってんねんっていうのを見たときにえマジで普通にプレゼン資料やんやばみたいないや音源だけ聞いてうちこんなんですねじゃなくって、うん、そうそうそうこういう実績があってこういう内容のことやってこういう結果がありますよ、うん、じゃあ動画どうぞみたいな感じでやるんで、そう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 、すげえな、ね、すげえなと営業マンなんですよ、営業させたらもうだからあとその、ね、なんていうの高級布団売れたら完璧かなと、いやもう完璧高級布団とかなんかわけのわからん健康マットとかね健康マットこの水売ったりねえこの水なんかこの水高いんですよ、ねね、ガンも治りますよぐらいの、ね、勢いで言うていけると思うそれ詐欺やいやでもあのなんかそのなんていうか、ね、売り込みたい対象の付加価値の付け方がすごくうまいなっていうふうに私は思うので、うん、まあというかやっぱやる限りやっぱ先方さんもいい思いしてほしいでしょ、うん、普通にだって、うん、こっちだけお金もらって先方さんがなんか損しちゃったら、なんかこっちも気分悪いやん、まあ、それはでも結構純粋にそう思ってやってるからだから最初うちらまだそんな偉そうなもんでもないし有名人でもないからそんな価値ないと自分では思ってるんで、もうただでもやるっていう、もうそれでずっと言ってたんで、ただその先方さんがいやもうこんだけやってくれたらこんだけ出しますっていうことでやってくれたり、で温泉とかとこう宿泊もつけてくれたりとか、まあね、ご飯もつけてくれたりとかあるじゃないですか、ありますね、だから結構それでうちらあのええ思いはしたな、まあ、比較的ミュージシャンの中ではいい思いしてるよ、まあ、確かにでもそこに持っていくまでのこの地道ななんかも積み重ねっていうのが結構大変でしたけど、いややっぱやる限りは人より美味しいことやりたいや、うんだからまあやっぱりそういうところに持っていくんだっていうのでまずは実績積むことって言って、私のトレーニングも兼ねつついろんなとこポン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 出されてみたいな感じでねやってったんで、いきなりだからそこには持っていけないからね、そうそうそう、私最初何考えてんねんこの人ってずっと思ってたのしんどいし押し付けるしもう嫌やわとか思ったんですけど、うん、まあある程度企業さんの案件が増えてくると、うん、ここに繋がってたんかみたいな、全ては理由があるんですよね、え私がやることには全てが理由があるんだよ、あん時に怖ぁ思いましたよね何年計画これ怖ぁみたいな最初思ってなかったでしょ、でもそういう風になっていくとは、でもあれをその現場でやってそのアウェーでもう知らないお客さんの前で堂々とできるようにこう体制を整えておけばそういうのを取ってきて、あの行くことができると、いろんな企業さんからこうお仕事としていただいてあのライブができる、でしかもご飯もいただけたりね、ゆっくりお部屋で泊まらせていただいたりね、あれ楽しいんですよ、いやもう、ね、なんか宴会してね、部屋でただ飯はええの食べたりとかね、ただで食べれるご飯はええな言いながら、いやもうなんかね、格別なんですよね、それがね、そうそうそう、なんかそう倍以上の価値になるんですよね、そうそう、より美味しく食べれるし、その自分たちの演奏で得た、まかない飯というか、ディナーですから、いやもう対価がね、もうなんかお金じゃなくても全然十分なんかのありがたいなって思えるんですよね、やってて、そう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 、だからまあそういうのがあるんで、ね、まあ僕はねその商売人なんで、いや本当ね、なんかそのいろんな実験試行錯誤をやった結果が今の YouTube とこの T シャツですよ、そうそうでね、もうついに YouTube やりだしたから、ね、で YouTube、ね、まあまあね、もう広告ついて申し訳ないですけど、まあ、いや本当まあね、広告費も入ってきて、わずかですけど広告費も入ってきて、まあ、CD もちょこちょこ購入いただいて、まあ、それよりもあのこうやってね動画見ていただける人が増えていくって、これが俺一番資産やと思うね、バンドとしては、本当そうですよ、うんうん、やっぱりその人に見ていただくで固定ファンがね、そんなめっちゃ多くはないですけど、うん、でもそれでも言ってくださるだけ、一人でもいるだけでも、だって今までの活動をやってて、うん、固定のファンの方って、うん、あまりいなかったじゃないですか、うん、で温泉
っていうかスーパー銭湯でこう定期的にやってた時に一人だけねおじいちゃんがねずっとこう見に来てくれてる方がいらっしゃったんですけど、うん、やっぱり会場別ってなったらうわ行かれへんわっていうのをおっしゃってたんで、ここが現場でやるなんかこう悩みやなって思いました、うん、それ悩んでたよ ね, 当時ねお会いできないっていうところが、うんそうやっぱりそのリアルでやっちゃうとそこにしか来れない人もやっぱいてますし、うんうん、そういう習慣がねやっぱないと、ね その音楽を見に行くっていう習慣がない人ってなかなかそこまで出向かないでしょ。そうなんですよ、うん、でそれを何で解決したらええねんっていうのはこの YouTube でございます、ね、ですよね。だからもう最終段階入ってるんよ。もうメディアっていうのを持ってここ で, そうです、ね、今までに全くなかったものが今、うんこうがっぽりじゃないけどでもがっぽりですよね。そのいや今までの我々からしたらがっぽりですよ。今までのね、ペースからするとだってもう顔なじみの方っていう単語が言えるのが幸せですもん、うん、毎回まあ直接ね、見てるわけじゃないですけどコメントでもういつも拝見してるんで、いつもありがとうございますって言うたびに私はもうなんかそのたびにこう幸せになってるので本当にチャットのコメント楽しいもんな。うん、めちゃくちゃ楽しいですもっと書いてもっと書いてみんなって読んでもうほぼ、まあほぼほぼ読んでるもんね。ほぼほぼ読んでます。ほぼほぼ読んでます。それはね、なんていうの、視聴者を僕らもいじりたいというか。いや、そうですよ。いじってなんぼなんでね、うん、やっぱりこう、構いたいんですよ、うん、やっぱり見ていただいてる方にはやっぱりしっかりしたい。直接ね、交流したいっていう思いがすごくありますので、うん、我々はね本当にね、この動画撮るたびにも幸せやな思いながらこうやってね幸せやな、幸せだな、そう幸せだな、二人の夕闇がたたたたたそこ幸せだな。いや本当に思いますよ。だからありがたいなと思うんですよ。このコロナ禍でね、結構みんなが大変な思いしてる中で、こうやって自分がねやってすごくやりがいのあるっていうものを見つけれたっていうのはね、本当ね、本当そうですよ。すごくなんか大きい資産を手に入れた気がします。まだまだ3000人ですけども、いやでもね、それでも大きいと思いますよ。この T シャツ作るっていう段階まで来たんでねまあこれは作れちゃ作れる。いやでもこれでまあまあハードル高いですよ。だってやったところで何のメリットもなかったら作らないでしょ、うん、はいねだから、まあ我々も一丁前の YouTuber になってきましたので、まあ、T シャツの動画からえらい飛びましたけどいやでも今戻ってきた俺頭の中で T シャツここに至るまでいろいろあって、いろいろありましたと、結果これになりましたっていうところに今戻ったんですけど、うん、まあ今やったら YouTube もやってるんで、まあ作っていいかなっていうね、うん、今までやったらこういうメディアがやってないんで、こう作ったとてっていうのもあったから、うん、誰が買うねん、誰が興味あんねん、まあ、今やったら、まあ、たまにマニアックな人が注文するんじゃないっていうのがあるんで、まあ、作ってみたっていう、まあ、いろいろこれはまたいろいろ作りますね、はい、まあマニアックな人は分かっていただければいいですし、はい、はい、強制ではございません、強制ではございませんので、はいはい、ということで、この動画 T シャツ作りましたよっていうね、これと、ロゴだけのやつね、はい、シンプルなやつね、まあ、これ普段でも着れるようなロゴだけのやつ、はい、両方作りましたので、はい、よければ概要欄から、はい、見ていただければと思います。はい、ということでこの動画終了いたします。皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、毎日見てよ。ありがとうございます。
1枚1000円でございます。2枚買ったらなんと2000円。全然悪い値段という感じなんですが、はい、応援したいなと思われる方、よかったなと思われる方、はい、1000円完パください。皆様の1000円をお待ちしております。みたいな感じのことをね、また、ね、言ってるんですよ。はい、はい、そのことでは時間になりましたので、はい、ありがとうございます。